山ソロチャーの切ないです。A ゼロです。今回は質問コーナーということで、オケソロの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たちが責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんの手助けになればと思います。ということで、今回の質問を読みます。はい。ズワヤサ種族値最弱決定会議をお願いします。もちろん高いほど強いですが、潔く低ければ、トリルや他のステータスに配分されやすいため、強い傾向があると思います。おそらく59、69、79あたりが怪しいのではと予想しましたが、いかがでしょうか。あー、なんか難しいの来たね。何も考えずにラブカスで最弱だみたいなんじゃなさそうだいやそれも考えたよりけど、いつもよりかはだいぶ結構ちゃんと考えなきゃいけないなっていうようなの。質問に書いてある通り、今回はこの種族値のポケモンの最弱を決めるんじゃなくて、あくまで59、69という数字の最弱を決めるという。だから素早さ種族値59っていうのは、まあ、例えばタイプ塗るとかだけど、ただ種族値59のメリットデメリットだけを考えて比較するっていうことで、素早さ種族値59にはこういういいところがあるから消しますという、そういう流れになるから。そうだね。で、評価の基準としてはいつも通り第5世代から8世代の対戦環境の強さについて、例えば第5世代でラティオス強かったけど111族はラティオス抜けるから強いよねっていう話はするね。ああ、オッケーオッケー、そうね、そんな感じで。というわけで早速やっていきたいと思います。素早さ種族値の最下位が5で、1位が200だから、まあ、この範囲で決めていくんですけど、その4位以下とか201以上は考えない。まず素早さなんだから早い方が先制できるわけでそう、ね、早ければ早い方が強いんだけど、そう思います。数字だけの話してるから一番強いのは200で、それ以上でもそれ以下でもないよ。絶対に200が一番強い。まあ、高い方から消していきたいんだけど、まあ、素早さが高い条件といえばスカーフ。あ、そうだね。スカーフ持って誰を抜けるとか、スカーフ持って誰抜けるっていうのを考えるときに、環境によくいる速いポケモン思い浮かべたら、昔だったら130族、そうだね、今だったらザシアンとかだけど、ザシアン抜きするに必要な S 種族値が83、最速プラススカーフ持って最速ザシアンを抜けるのが素早さ種族値83から、じゃあ83以上が強いんじゃね。ザシアン抜けるからな、強いという評価でいいのでは。こっからどん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 段階を踏んで、どこまで一気に消していっていいかって話なんだけど、ザシアンよりちょっと遅くて抜くことで大事なポケモン、ドラパ。とりあえずスカーフ持ってザシアンをワンパンは難しいけど、ドラパワンパンならできそうだよねまあそうだね。だから抜くことによる影響って結構でかいんだけど、まあ、78族のホルトをスカーフ持ってなんか殴りに行くみたいなことは実際起きるわけだし、うん、そういうことが78族のポケモンならできる。じゃあ強い、うん、質問で79微妙説っていう感じで書いてあったけど、79は強いね。スカーフでドラパ抜けるし、うん、78まで来たらスカーフ持たせたくなる、あの素早さ種族値のやつまで行っていいんじゃない。70族かスカーフ持てばちょうど素早さ130族抜けるっていう。今だとあんまり130族っていう感覚ないかもしれないけど、まあ世代でも一応ダイナかな、うん、まあ、67だとメガゲンガーとか、あー、この辺は昔からポケモンやってる人なら調整したくなる数値。今130族抜けって言ってる人はいないと思うけど、絶対おじいちゃんにして、うん、まあ、消してあげていいか。70族だから嫌だなーってないよね。昔からポケモンやってるからか知んないけど、新ポケモン出た時素早さ70族って判明したら、お、やるやんって思っちゃう一気に70から200まで消えたけど、69族まで来たら素早さ速くはないけど、まあ速くはない、ね、全ポケモンの素早さ出力値平均は66で、はいはい、最終進化系に絞ると78らしい。じゃあもう速くはないラインでは来てる。69族まで来たら最速スカーフで130族抜けないってことだから、うん、ちょっとスカーフ型としての地位は落ちるよ。そうだ、130族の次に抜くことで大事なのってエースバーンとか。まあそうだね、エースバーン、さっきのドラパルトと同じでスカーフで抜けばワンパンできるぐらいの耐久だから、スカーフ持って抜けると大きいんですけど、63族から最速スカーフでエースバーン抜けるらしい。スカーフ持ってエースバーン抜くっていう方の選択肢が取れるっていうのは、まあ当然大きいわけで、63族と62族だったら明確にエースバーン抜ける抜けないの差があるわけだから、ここまでは決していいでしょう。ここまでいったらもう第5世代の最強ポケモン
ラティとか近くの百獣族にいるけど、過去世代遡ると一緒にゲンガーとかも並んでたりするけど、体速ラティ抜きってさ179以上なわけじゃん。でもスカーフ 1.5 倍考慮したりさ、その最速だから 11N-1 がいないとか考慮するとさ、同時にボルトとかも抜けない。最速ラティを押すと同速になるのが57族で、うん、次の58族は最速スカーフで素早さ実数値が181だから、最速ボルトロス抜き抜きメガルカリオ抜きか。そうね、そこら辺だね。お得感に免じて58族まで落ちちゃう。58まで行くか。57族ぐらいになってくると早いとは言えないし、スカーフ持ってゴーカザル抜けますとかちょっとしょぼいよね。うん、そうだね。ちょっと下で強いのだとサンダーだけど、サンダーをスカーフで抜くっていうのがどれぐらい強いかって言われると、とりあえずサンダーが強いのがまあ8世代だから、8世代で考えるんだけど、サンダー抜いてもダイジェット撃たれたら耐えられるし倒される。ダイマサンダーワンパンするぐらいのスカーフのポケモンの火力がないといけない。あ、そうね、まあ、一応存在するポケモンだとシロバドとかが、まあ最速スカーフで50族でサンダー抜きつつ、まあ、乱数ではあるけどブリザードランスで倒すみたいなのはあるけど、50族のポケモンがみんなシロバドぐらい強いわけじゃないからね。50族っていうのがサンダー抜きを評価するというのはちょっと無理があるかな。素早さを高いところまで上げて評価するんだったら、スカーフとかじゃなくてもう一個上の高速移動して誰を抜くかみたいな、殻を破るとか、まあ、S2 段階アップの方だね。そうなると素早さ40族まで最速取れば殻を破るで130族を抜ける。40族だとまあドサイドン、まあ、ドサイドンは殻破らないけど、まあ、ロックカットか、まあ、そのイメージはあるよね。そうね、ロックカット弱歩ドサイドンとかも6世代の頃にはちょっといたし、ね、早い素早さで強化するなら40族が限界だけど、最速40族の高速移動ってどれだけ活躍できるポケモンがいるんだっていう。そう、ドサイドンもだいぶ異質なポケモンではあるからね。高速移動っていうね技はそんなに強くないからね。別になんか上げるんだったら、まあ、殻を破るなりジオコントロールなりギアチェンジなりぐらいの性能は欲しいって思っちゃうから。エルピンさんがこの間投稿してたエクセーロンのボディーパージネクロザマもめちゃめちゃ弱そうだったし、クロズマでダメなら素早さ40族のポケモンもボディーパージして活躍するのは難しそう。なかなか難しくはあるけど、でギリギリ高速移動で活用できる可能性がまだある。40族未満はその可能性がないわけだから、高速移動で評価していいものか。殻破っていう技も込みでこれぐらいだったら S 振り切る理由になるっていうので評価してあげても、まあいいかな。ギリギリここまで消すと種族値5から39、もうお前ら遅いよ。なんなら40も遅いっていうポケモンの分類だと思うんだけど、余裕で。もう40切ったらもう本当に遅いポケモン代表みたいなポケモンたちになってくるよ。だってドサイドンに抜かれるなんてなかなかないから、ね、だいたい抜いてるからな、ドサイドンのこと。ここからは素早いというより遅いと得することについて考えて、それを比較していかないといけない。確かに確かに。スカーフ持ってどうこうじゃなくて、じゃないよね、何々に抜かれることで得するパターンとか、ジャイロボールとか、たまーにポリゴン2が使ってるスピードスワップとか。正直スピースはさ、もうここまで遅ければ何でもよくないって思っちゃうんです。種族値5だろうが39だろうがサンダーと入れ替えたらあんま変わんないしな。うん、もうダイジェット何回打たれてもその差はひっくり返んないから。うん、スピースは評価の対象になんないか。うん、もうちょっと前段階で評価する感じではあった気がするな。まあスピースは関係なしで大事なラインは抜けてるから、スピスは抜きのジャイロとなんちゃら抜かれ調整、この2点か。なんちゃら抜かれ調整っていうと、代表的なのはカバとか。サイチラグラージ抜かれ調整で、アクビループをクイックターンで抜かれないようにするか。その下取れるかとかいう話だけど、でもそれで別に取れるんだよな、みんな。みんな遅いからね。みんな遅いから。抜かれることでメリットが出てくるポケモンたち、環境にいるやつよりかは、もうこいつら遅いんだよな、大体。抜かれ調整も考えるのはちょっと難しい。もうここまで来るとなんなら素早さ下げてるナットレイとかミラーで先制したいから、素早さの個体値小競り合いしてるようなもん。確かにジャイロボール、ボディプレス、鉄壁宿り木みたいなやつ、最地ナットレイプラス1みたいなやついたし、ってことはやっぱジャイロボールになってくるのかな、ここまで来ると。まああとは遅いポケモン同士の同速勝負とか。ああそうだね、ジャイロボールはもうどう考えても遅ければ遅いほど大体得するわけだからね。まずは種族値5から順番に遅いポケモン見ていって、どのあたりでジャイロボールの仮想敵に対して満足な威力が出ないのかっていうのを考えていきたいんですけど、昔からよく言われてる、よくあるジャイロボールの指標が、機能がすさにジャイロボールが威力150出るラインが
所属地20、まあ、当然ナットレイは強いんだけど、まあ、ナットレイ関係なく S20 族であれば、まあ、ジャイロボールを採用する価値は結構ありそうかなっていう印象はあるよね。これ機能ガスタにジャイロボール打ってもそれをワンパンできるって結構限られたポケモンしかできないし、まあそうね、 AA はある程度いたりタイプ1だったりっていう必要はあるけど、ジャイロボールを高火力で出せる可能性のある種族値っていうのは、まあ、一応評価できはするのかな。ジャイロボールの威力が高かったからってそのポケモンの攻撃の種族値が低かったらダメージ全然出ないんだけど、まあ、威力が出るだけ偉いという、まあ、それで言うとね、種族値5なんてジャイロボールの威力すごい150出るからね。すごいね考えたこともないけどすごいと思う、まあ、遅いと得するのがジャイロボールぐらいだし、ここまで来たらそれで評価してあげて皆さん20族まで消してあげていいか。ジャイロボール使うにあたっていいぐらいにちゃんと下に下げてもらっているっていう感じだよね。じゃあ残ってるのが21から39、結構狭まってきたけれどけどもって感じだな。さあこの中でも早い30から39って、うん、結構ポケモンいて同速勝負になって小競り合いすることがあるんだよ。あー、まあ、カビゴンとかね、 S12 振りカビゴンとかね、呪いカビゴンミラーで先制できた方が強いみたいな。12振りなの20だの28だの、30族の同速勝負調整してたらちょっと近くにソーナンスとかドヒドイデとかやってきてまた振りたくなって、ってことはその素早さのポケモンを抜く価値があるから振ってるのであって、そうだね、結局その種族値って重要なんじゃないの、重要ってことは強いんじゃないのってことだよね。そういうことだね。特にドヒドイデとかヌオーなんてさ、毒毒あるわけだから、こいつらの上から身代わりすることって結構価値あるじゃん。どんなポケモンであってもドヒドイデヌオーに対して身代わり張ったら結構起点にしてはめれるからね。2匹とも、まあ、そこそこ耐久がカツカツでそんな S をがっつり振る余裕はないってことは、こいつらより早ければ努力値をほぼ使わずにこいつらを起点にできる可能性があるって考えると、36以上、まあなんなら同速の35以上はちゃんと評価してあげるべき。素早さのいたちごっこに参加できる30族から39はもうこの長さら消してあげていいか。30強いポケモンいっぱいあるからね。カビゴン、ヤドラン、ヤドキング、あ、落ちるけどモロバレルとかランクルスとか、まあ、いっぱいいるのは事実だし、うん、なんか今後も出てきそうな気はするしそうね、30族がいっぱい出てくるだろうね、どうせ。じゃ残りが21から29、ここまで来ると代表的なポケモンすら少ない。ポケモンだとギガイアス25、クレベース28、グリモン29とかだけど、これすらほとんど見ないから、こいつらの S 勝負をどうこうっていうのは正直あんまり気にしないよね。でジャイロボールの威力を満足に出るわけじゃないから、この20以下と差ができてるんだけど、そうなるともうジャイロボールでアイアンヘッドの威力を超えることができるみたいな、そういう感じにならないかジャイロボールを採用して損しないような種族値である必要があるってことだよね。鋼技でいっぱい使われてる技がアイアンヘッド、ジャイロボール、まあ、一応ヘビーウォンバーと、まあ、アイアンテールみたいな感じだけど、まあ、アイアンヘッドが一番リスクなく最低限の火力は出せるわけで、そのラインが80だから、ジャイロボールでリスク取ってるんだから、そのリスクを少なくできるぐらいの種族値はあってほしいってことだよね。うん、ムフリ60族、ポリゴン2とかそのあたりにいっぱいいますけど、そこにジャイロボールの威力80が出る素早さ属地が21と22と23。60族のポケモンって結構いっぱいいるけど、ジャイロボールをまあ損することなく打てるラインがまあここら辺かな、うん、まあ、これより遅いポケモンも当然環境にはいなくはないんだけど、まあ、数多く存在してる中で、まあ、遅めのライン、まあ、実数値80、ムフリ60族とかになってくるのかな。本当に最低限のラインだけど、これに相兵以上のダメージ与えられるっていうのはまあ評価っていうか、ジャイロボールをメインウェポンとして使いたい。でまあそうなるとだいぶ範囲を広げると、次はムフリ70族に同じようにジャイロボールの威力80出るのがどこかと言われたら、これが27族。70でムフリのポケモンって正直あんまいないと言えばいないのかな。いるか、誰だ、メタグロス、ニョロトのエアームド、ジャイロボール半減のやつばっかでちょっとなって思うとこはあるか。あるね。数は多いからね、でも70のポケモンの最終進化の数自体は、次のラインとかだとこうなってくるのかな。今割と強めのポットですとか S70 族だけど、まあ S 振るもんな大体。これを消すと残るのが28と29なんだけど、うん、これの良さが
こいつらより早いっていうことしかない。そうだね。うん、まあ、早いだけで正義ではあるけど、こういう目になっちゃうけど、クレベースってさ28でジャイロボール覚えるじゃん。うん、まあ実際にはあんまり使われてないんだけどジャイロボール。うん、まあ、タイプ不一致ってのもあんのかなけど、もうちょっと遅かったらジャイロボールの使用率も上がるわけじゃんって考えると、まあ中途半端なのかなっていうのは、まあ事実としてまあありそうとは思う。早くもないし、まあ、めっちゃ遅いし、めっちゃ遅いなりにジャイロボール使いこなせないし、遅い意味がないっていうところで、この辺だね。そのラインが28と29なのかな。クレベースさ28より27方がいいって思うよね。この動画撮るのに調べる前は全然知らなかったけど、この話を聞いたらみんなそう思うと思うんだよな。クレベースの取得値1低かったらなとは思うけど、2低かったら3低かったらってなるし、逆に30あったらさ絶対28より嬉しいじゃん。ってことは、ってことはやっぱここら辺がラインなのでは。じゃあ28と29どっちが弱いんだこれ。うん、28より早いから29の方が強い気がするけど29ブリモンとかクレファンとかだけど、こいつらトリルで使うだろっていう話は、まあ、あるにせよ S28 だったら最賃すると最賃ブリモンのトリルに対して先制できるけど、そんなんシングルでね、そんな状況ほぼ起きないし、まあダブルならあるかもしれないだからダブルだったらそもそも多分全然違うんだろうな、考え方がと思うけど、うん、シングルだったらそれあんま気にする必要ないよな。それよりかは多分無振りカビゴンとか、まあ、4振りカビゴンとかを抜きたいって思った時に努力値8節約できる29族の方が28族よりかはいいかなっていう。シングルにおいて遅いっていうのを生かすのがほぼほぼジャイロボールしかないです。そうだね、まあ、なんかある程度遅いでもなんか何々抜かるとかスピスワとか満足できちゃうから、ここまで極限にどんどん遅くある人は基本的にないんだよね、現状だと。別に数字に対して悲しいとか思わないけど、残念ながらスパイサー種族値下最弱は28族ということで。そうだ、今回は28族かな。というわけで、素早さ種族値最弱決定会議やっていったんですけど、これ何の話やねん。今までの最弱会議とはちょっと違いすぎるんだけど、毛色が。難しい。ガチ勢に寄り添いすぎてる感じがする。そうね。一回28だけど、まあ、こうにしたけどさ、今まで以上に本当に正解なのかっていう気持ちもゼロじゃないしね。いろいろ意見はあるだろうね。今回なんか、無振り70族のジャイロボール8以上っていうので、24から27区切ったけどさ、ここも怪しいからね、だいぶ。無振り70族がそもそもいないしね、っていうところで、まあなんか難しい感じだったけど、まあでもざっくり20代中盤ぐらいっていうのは、まあ当たってるんじゃないかなっていう感じはするけどね。イメージ遅いポケモンって重いから、ジャイロじゃなくてヘビボン使うやろとかいやでもヘビボン結構厳しいよ、高火力出すの。重すぎるポケモンじゃないとね。カビゴンですらなかなか火力出せなかったりするから、ね、頑張って精一杯いいところ見つけたんですけど、他にいい評価のポイントがあったらぜひコメントで教えてください。もうないとは思うけど、もしかしたら。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。